バリアーグを演じる、シャリアピン、サトコは、ニコライ・リムスキー・コルサコフが1895年から1896年にかけて作曲し、1897年に上演された、ロシア語のオペラ、7場から構成される。演奏時間は2時間50分。アドルフ・ボームの演ズるサトコ・リムスキー・コルサコフは、ロシアの交渉文学であるブイリーナを研究し、 ノブゴロドの商人で偶数利益であった里子に関する伝承を題材としてオペラを書いた。台本はブイリーナ研究者であるウラディ・ミルベリスキーらの助けを得て作曲者本人によって書かれた。1895年春頃に作曲を始め翌年完成した。1897年12月26日にモスクワのソロドブニコフ劇場で サーバ・マモントフの施設歌劇団によって初演された。かつて同じ題材によって、公共詩サトコ作品号を作曲したことがあり、オペラではこの公共詩の主要な部分を転用している。人間世界の出来事を全音階的、民謡的な音楽で、幻想世界を人工的、半音階的な音楽で表現するという、グリンカルスラント・トリドミラ以来の様式は、 この作品において極度に発達している。第2話で、里子が初めて、ボルホバに会う場面にその典型が見られる。第4話の後半、里子の願いによって各国からの商人たちが自国を紹介する箇所は最も有名である。バリアーグの商人、インドの商人、ベネツヤの商人が登場するが、バリアーグ商人の歌は、ソ連でコンサート用の歌曲として有名になり、一方、 インドの歌はクラシック音楽の枠組みを超えて BGM として世界的に使われている。フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット3、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4、トランペット2、アルトトランペット、トロンボーン3、チューバ、ティンパ2、スネアドラム、トライアングル、タンバリン、シンバル、バスドラム、タムタム、カネ、グロッケンシュピール、ピアニーの、ハープ、ゲンゴブ、 他に、道化師たちなどが登場する。中世のノブゴロド広国を舞台とする。海を描写する、前奏曲で始まる。第一幕、ボリショイ劇場ノブゴロドの商人組合の祭りで、キエフから来た、グースリビキニエジャータは、ブイリーナを歌って、好評を博する。次に人々はサトコに、ノブゴロドの素晴らしさを歌ってくれるように頼むが、サトコは、ノブゴロドが海に通じていれば、 もっと裕福になれたのにという彼の信念を歌い、自分が裕福ならば、ノブゴロドの商品を買い占めて、世界の海を旅したいと歌う。商人組合は里子がホらブキで組合を侮辱したと怒り、彼を追い出す。その後は、道化師たちが歌い踊る。夜、入り目にこのほとりを放浪する里子が、ぐうすりに乗せて、歌を歌っていると、湖の白鳥が美しい娘たちになって、 里子の前に現れる。その一人は、海の帝王の末娘のボルホバを名乗る。里子が滅ぼうドを演奏すると、ボルホバ以外の12人の娘たちは輪になり、林の奥へと消える。ボルホバは、自分が人間と結婚する運命にあることを、説明する。彼女は里子に、3匹の黄金の魚を捕らえれば、世界の海に貿易に出る望みが叶うと伝える。 夜が明けると湖から海の帝王が出現して、ボルホバを湖に連れ戻す。サト子の家。サト子が帰ってこないのを妻の龍馬場が心配している。そこへ、ト子が戻るが、彼の心は家庭にはなく、入り目に子で人儲けする計画を話し、再び家を出ていく。残された龍馬場はサト子が自分を愛していないと思い、嘆く。信ブゴ中の人々の集まる日。 里子は湖で黄金の魚が得られるという話をするが、商人たちはその話を馬鹿にし、得られないことに自分たちの財産をかける。里子が湖に網を投げ入れ、ボルホバの助けによって見事に黄金の魚を得る。再び網を引き上げると、今度は金塊がかかる。一躍、大金持ちになった里子をニエジャータや道家師が褒めたたえる。 佐トは得た財産を元手に船員を雇い、貿易商人として世界の海に乗り出す準備を整え、各国の商人に自分の国がどのようなところかを説明してもらう。それに応えて、バリアーグ商人は厳しい自然を、インド商人は天然の富を、ベネツヤ商人は島の上の都市の生活をそれぞれ歌う。佐トコはリューババに別れを告げて海に乗り出す。十二年が経ち。 里子の商船は、風がなくなって立ち往生する。海の帝王に捧げ物をしなかったためにその怒りに触れたと里子は言い、帝王の怒りを沈めようと、商船の荷物を海へ投げ込むが、状況は変わらない。海の帝王の生贄になるものを九時を引いて決めるが、里子が九時に当たる。里子が、ぐうすりを抱いて、海に沈むと、風が再び吹いて、船は動き出す。 海底の宮殿海底に到着した里子は、海の帝王の怒りをなだめるために、帝王を賛美する歌を歌う。帝王は歌に満足し、里子とボルホバの結婚を許す。海の怪物たちが集まって、結婚式の踊りが始まるが、踊りが激しすぎて、会場では大嵐となる。巡礼者の姿をした昔の戦士の亡霊が現れて、里子のグースリを取り上げ、宴会を止めさせる。 亡霊はまた、ボルホバを海の帝王から引き離す。里子とボルホバは海上へと登っていく。入り目にこのほとりで眠る里子に、ボルホバが子守歌を歌うが、夜が明けるとボルホバは溶けて、川になる。今やノブゴロドは川によって海への出口を得た。目覚めた里子は竜馬場と再会する。里子の商船も無事で、川を遡ってやってくる。ノブゴロドの人々が集まり、 その合唱によって劇を終える。本作品の音楽によるバレエ、サトコが1911年にバレールスによってパリで上演された。1952年、ソ連のアレクサンドル・プツシコ監督によって映画化された。リムスキー・コルサコフの音楽を使用している。放題は虹の世界のサトコ。ありがとうございます。